ガーの力で仲間を導け。我ら3人気持ちは一つ、目標達成でプレゼントをゲットだ。今週の注目機種はこちら。山のキングプレゼンツ、リーダーの言うことは絶対。さあやってきました。先週ね、こちらセンターライオン西諫早店で実践しまして、私がリーダーになりました。なりました、なりました。600万円でリーダーですよ。これなんか山のキングだけにリアル王様ゲームみたいな感じですね。はいはいはい。ということで、すげーなんすけど。はい、黙って。リーダー以外の人は黙ってください。パワハラだ、パワハラ。リーダーは誰ですか？今回は、はい、じゃあ僕が喋りますから黙ってくださいということで、今回ね、私が好きな企画をやっていいということで、はい、ね、私好感度が欲しいななんて思っております。いや、何言ってるんですか？ん？何言ってるんですか？差し置いて。リーダーですか？いや、リーダー。喋るのやめてください。リーダーだけ今喋っていい時間ですからね。そうなの？今回は僕が企画を決めれるということで、視聴者の皆さん、お待たせいたしました。プレゼント企画を行いたいと思います。まあまあまあ、それはいいですね。はい、うん、もうセンターライオンね、プレゼント企画過去ね、何回かこの番組でやってるんですけど、はいはい、かなり成績がいいですということで、はい、プレゼント企画をやりたい。好評恒例となっているプレゼント企画、リーダーとなったヤマキンの指示のもと、3人で力を合わせて目標出玉獲得を目指します。過去の成績は極めて優秀。今回も期待していいはずだよね。一つだけ質問いいですか？はい、あの、うん、僕とうずらのちょっと足元、あ、はいはい、足元なんですけど、ね、はいはい、これどういうことですか？はいはい、あ、これね、いろいろ考えたんです。あの、私うずらこれご褒美って言う人いないから。そう、ね、そしたら俺罰ゲームだからわけわかんなくなるし、ちょっと距離が近いから嬉しいかな。あの、僕リーダーで考えたんですよ、はいはい、やっぱ戦力を考えたところ、うん、戦力、僕が1だとしたら 0.5、0.5 なんです、うん、なんでもう2人くっつけて1にしちゃおうということで、2人でつないだままね、今日は実践していただきたいと思います。まあ、私は嬉しい。もう1個だけいいですか、質問。はい、ペアルックですか？違います。いやいや、そこだけは断じて違います。先週と同じ服やないですか？そんなことはどうでもいいんだよ。いや、でも本当帽子も一緒だし、メガネも一緒だし、服も一緒だし、お似合いだと思いますけどね。私のさん狙ってんじゃないの？グリグリやめろ、グリグリするのはやめろ。豪華プレゼントをゲットするために頑張りますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ行くぞ、行くぞ、行くぞ、早く来なさい。そのスピードで行けないでしょ、これ。ガキさん手回していい？どう考えても行けないでしょ。ガキさん腰で手回していいのよ。いや、いいわ。いや逆に動きにくくなってる。企画舞台となるセンターライオン西諫早店は、懐かしの機種もちらほら見える、バラエティ豊かなラインナップが魅力。この中からリーダーがチョイスする機種とは、1、2、早く座れた、1、早く座れた、あー、つまずいちゃった。おらおいおいおい、あ、つまずいたのよ。おい、あ、おい実践に行けないから。え、ゆうぱちしかないんじゃないの？ゆうぱちしかないんだよ、余韻は。まあ、あの人さ、遅いからさ、先に探そう。うちらで決めちゃいましょうよ、もう。海ね、海。しょっぱなから大暴走。リーダー、止めた方がいいんじゃないの？おい、おい、来た。おい、おい、え、何勝手にしてんの？いや、もう座っとこうかなと思って。もう刑事座ろうかなと思って。どういうこと？ああるや、水戸黄門。出た、この2台行こう。この2台、これマジでスペック的には本当最高だと俺思ってるから。はあ、はあ、はあ、158.7分の1。じゃあこれ行きますか。ヤマキンさんは何打つんですか？キングは何打つの？俺はちょっとあの、いろいろ回って確実にプラスになるやつ打つから。え、じゃあとりあえず打ってればいいんですね、これを。とりあえず黙々と回して。どういう風にとかないですか？どういう風に？いや、だからイチャイチャしながら、イチャイチャしながら、うん、イチャイチャしながら、イチャイチャしながらやって。はい、わかりました、ね、いや、また分かるだよ。わかりましたじゃないよ。じゃあ行こう。 ST に入れて、 ST 中も球を増やしたから。もう打とう、ST の後半だよ。全然人の話聞いてないな、おい。ST の後半で当てる、で連チャンさせる。これの繰り返し。リーダーは何を打つんです？餃子の王将だな。まあ、餃子の王将、もう結構ね、登場から長い台なので、打ち方知ってる方も多いと思いますけど、まずここね、ここに玉入れて
この薬物内に弾を入れてこの5に5チャッカーに入ればデジタルが回ります。まあとりあえず初級モードで、あ、Sフィールド来ました。ここに行くと5に入る大チャンス。これ手前に落ちた方がチャンスなんですが、あー入らない。お、変えた、来た、来い、よしだ、また。さあ 13.8分の1、熱々、大事な大事な第一投、リーダーたるものあっさり決めちゃうんでしょ。おいおい、熱々っつったよ。これもお客が多いほどチャンス、もっと来い。あー少ない。なんか餃子軍とかね、初級は結構熱いのが絡めやすいんですけど、これ絡んでないからな。そうね、ちょっと弱かったな。あのおっさん何打ってるんだろう。あ、リーダー、リーダーは何打ってると思います。あの王様、王様、王様、 おじさま何打ってるんだろう。ガンツじゃない、ガンツ。あ、ガンツ、確かに、うん、ガンツ好きですからね。餃子の面白さだ。本当にこっちが勝って、あっちが負けるとか、全員負けるとかっていう展開になった時に、やっぱり何かしらの罰って必要だと思うんですよ。ですです。うずらのご褒美になってヤマキンさんの罰ゲームになるみたいなことってなんかないの。あ、なんかないの。私ね、おんぶしてもらいたい。おんぶ、おんぶ、おんぶして、まあ例えばホール一周とかしてもらいたい。あ、でもそっか、してもらいたいか。そうそう。 OK、 じゃあもしこれ散々な結果になったら、もうそれをやらせよう。やらせよう、うん、やったやった。どちらにしろ、まあ、だからといって、うん、負けに行くのなしだぜ。そうそう、これ視聴者プレゼント、そうかかってるからね。そう、企画の本質を忘れないように、視聴者の皆さんのために頑張るんでしょう。あれを真ん中のやつが6まで行った。しけさん、かくさんが悪党を捕まえてる絵になってる。あー、普通のふつま。あ、博多弁しゃべりよる。ドーン。いやちょっと不安。わあ、後期後期。あ、マジ？マジ？当たった。やる。でで。ラウンド中の夜直しチャレンジ成功で、晴れて ST に突入だよ。いってるいってるいってる。来るよ。ドーン。おいいな。入ったよ。これで確変ね。確変です。3人で1万発だから、はい、1人3000発ぐらいがノルマになってくるわけよ。まあそうですけど、うん、2人で1人前って言われてたんで。そうか、50-50と分けて。そういうことだね。うちらは 25% 正解。当面の目標は2500個の出玉ってことね。お願い。4 4、あ、来た。あー、テンパート、よかった。せーの。あーにゃーにゃーにゃー、当たんなかった。あー、開け。あST 入ったのに、ひどい。もうあのおっさんが選ぶな、よくないじゃん。それ、そういうことねえ、うん、だってただ打ってればいいって言ったからね。この2台と ST 入ればなんとかなるからって言ってた。言ってたよね。言ってた。 OK OK OK。 入れたのになんともなんなかった、うん、ちょっと2人の様子を見に行こうかな、ちゃんと打ってるかどうか。何、 ST 入ってないの。 ST 入れたんですよ、うん、なのにスルー。え、スルー。キング ST 入れたらなんとかなる言ってたじゃないですか。そう、 ST 入れて ST 中弾を増やしながら当たりを連続させるのがこの台だから。でしょ。ダメだよ、なんともならなかったですよ。キング何打ってんの。餃子の王将。餃子の王将。完全に趣味打ち走ってるじゃないですか。出た。趣味打ちって何。
プレゼント企画だよ今日は。え、本当に勝つ気あります？何？本当に勝とうとして打ってます王将。頑張ってよ。なんか怪しいな。痛い。ああ、保留が変わりそう。博多、まあ、とりあえず今は青ですけどね。保留は青のまま。発展もなさそうだね。はい、まあ、青ですからダメだったね。なんでお前急に子供扱いしたの。びっくりした。いやいや、イチャイチャしようかなと思った。え、隣で打ってんじゃん、いつの間にか。キク、餃子の王将は餃子の王将打ってたよ。打ってた。調子良かったんでしょ、気持ちはね。出た出た。寂しいんじゃない。あ、一人で打ってんのか。好感度が欲しいなと思っております。ちょっと、はい、ごめん、コーヒー買ってきてくれる？喉乾いたから。いや、コーヒー逆に買ってきてもらいたいんだけど。コーヒー買ってきて。まあ逆に買ってリーダーが。リーダー、リーダー、そういや、リーダーの言うことは絶対言うよ。わかりました。なんか呼び出してさ、あ、店員さんに、うん、店員さんに。やめろ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 。何何、1万発から減ってしまう。ほら、押してる押してる押してる。スタッフさん来ちゃうよ。ほら、ちゃんと自販機で買ってきなさい。わかりました。キングブラックですか？ビトビト、キングブラック。どこ見て言ってんねん。どこ見て言ってんねん。その間に当てとくから、帰ってくるまでに。あそこ早く行ってよ。いや、もうこれ大変だ。こっちから行っていい？あ、いいですね。よいしょ。ひと苦労なんだよこれ。よいしょ。大げさなんだよあの二人は。もっとちゃっちゃ行けるやろあれ。結構大変だと思うよ。1212。お、早い。1212。意外と、やるね、意外とちょっといい感じになってきたよ。1212と、ね、なんだっけ、キングビト。あったかいの？コーヒー買ってきてくれる？アイスコーヒーとは言ってないもんね。そうだよね、パチンコってさ、冷たいのと青よりさ、赤の方が熱いもんね。熱い、しかも冷たいのより熱い方が、うん、熱い方がいいよね。体にいいのよ。よし、そう行こう。採用しちゃったよ。せーの、1212。あったかい、ビト。健康に。やっぱり俺ら、リーダーの健康。うちら何飲みましょうか。私、冷たい、うん、クー飲もうかな。あ、じゃあ僕、あの、水いただきます。熱っ熱っ熱っ、ちょっと触って。熱いすげえ熱い。ありえない、この炎天下ありえない。びっくりした。ちょっとね、ほんとね、大変なんですよ。周りにね、お客さん座ってるんで。遅いよ、遅い。もう買ってきましたよ。遅い、もう暑かった。いやー、はい、疲れた、はい、ありがとうありがとう。熱い熱い熱い。おい、え、おい、熱い。いや、ほんとそれ暑いっすよね。暑いっすよ、もう、もう手が、もう見て、手も暑いんだもん、うん、なんでホットやねん、この暑い時に。青保留と赤保留だったらどっちがいいんすか。それは赤保留やろ。今日着てる服の色は何色ですか。赤。あったかいのボタンは何色ですか。赤。はい、なるほど、それでね、違うって。こら、こら、こら、うどうどう、頑張ろう。なんでホット、なんでホット買ってくるかな。もううちらはね、頑張って動いてきたからね。そうそう、冷たいの飲む価値あるよね。ワルジェを働かせるのもいいけど、出玉もしっかりお願いよ。目標を達成して、リーダーのメンツを保ってくれよ。冷たいドリンクで乾杯だよ。あー、冷たい、美味しい。やる気出るわ。うずら、はい、トイレ行きたくなってきたんじゃないのか。まだまだトイレ行きたくなってきたんじゃないのか。やめて、ちょっとトイレ行きたくなってきたんじゃないのか。トイレトイレトイレ。ウケるウケる。喜んでる場合じゃないから。ダカダダン、
まず1回目でございますな。そろそろ当てないと目標達成は厳しいぞ。いいね、チャンスだね。チャンスだね。疑似連は2回だったみたいだけど。来た来た。これでもさっきガッキーさんも落ちたんですよ。あるね。飛びだろ、いいよ。しかも3のリーチだね。3に変わりましたね。うん。どうなの。おー、当たった。素晴らしい。ナイス。オッケー、ST、ST。肛門、でかい肛門。2回目ですよ。素晴らしい。しかも3ってことは、そう、この台ね、実車リーチで当たったら ST が濃厚なのよ。念願の ST、 今回もスルーなんてことは許されないよ。いや本当にこの台一撃1万発とか全然あるから。いや、ここからですね。ここからさっき70回ダメでしたから、できれば ST の後半で当てて、ね、ST を継続させていく。なるほど、このイメージ。了解しました。ST チームも弾が増えるからね。増えました、うん。そう、このインローが3つ並んだ時にアタッカーが開いて、はい、1、2発拾ってくれるから。なるほど。5、あ、4、こんなにスルーすることないって。あ、3、このド下手クソが。あ、2、嘘でしょ。ちょっとやだ。あれじゃん、あれじゃん、あれじゃん、あれじゃん。やったー、かっこいい。初めて見た。じらせるの。ジュース飲みながらゆっくりしててよ。あ、来たこれ。すごいすごい。通常の可能性もあったけど無事に ST 継続。まだまだこれからってことだね。そろそろ15ラウンドが欲しいところだよ。よし、無事だ。完璧、やりました。これ15ラウンドじゃないかな。実車が絡んでるからここは15ラウンドだね。やりました。さあ、7、ね、ちょっといい感じよ。これ本当一撃1万発あるから。一撃ある、全然ある。じゃあ金庫がゼロでも大丈夫ですね。この縁起でもないこと言うのやめてくれる。だってまだ誰も当ててない。うずら姫は好調だよ。ここらで一発見せ場をちょうだいよ。まあ、あ、ゼブラゼブラゼブラ、え、ゼブラゼブラだよね。うん、ゼブラ。あの、僕の出身地仙台のゼブラが出ました。仙台っていうか宮城県の松島ですよ、舞台は。あ、ごめん。おー、ゼブラですからね。ゼブラ出てますから。はい、松島、日本三景、松島屋。あー、松島屋、松島屋。謎のドヤ顔は軽く無視。当たるかどうかが重要だっつーの。ダッ、すごい、おめでとう。地元宮城の松島、そして三のリーチ当てましたから、おめでとうございます。完璧じゃないでしょうか。あらす、さすが。追って仙台杯より、さすが。ちょっと落ち込んでる人いますけど。あれあれ、何やってんですか、あの人。眠いんじゃないかな。眠いの。眠い。熱いコーヒー飲んで眠気覚ましなさい。落ち込んでんだよ。そう言ってないで、うずら終わりそうやんか。終わりますね。頼むで先輩。あ、テンパしても。あ、スケさん、カクさんだ。さっきでも外れてるもんね。頼む。よし、よし、すごい。よし、素晴らしい。こうやって ST の後半で当てるのが本当に一番いいパターン。素晴らしい。5ラウンドながらも望みをつなぐ展開に。それに続けとガッキーも。よし、よし、素晴らしい。さすがガッキーさん。さあ、うずらも行こう。私も行きましょう。全超アクセーの一つ。あれ、外すっすね。結構外れんだ。あ、ダメじゃない。ナイスです。素晴らしい。山田さん分が足りないんだ。そうです。あと一人分ノルマが。そういうことね。オッケーオッケー。もうここは二人で一人なんで。
だね、目標クリアと。5000発で OK なはずです。2人でもう6000ぐらいは行くんじゃないですか。これ行きますね。もっと行く、もっと行く。これでも6000ですね。6000増えます、増えます。2人の活躍で目標達成まで残りわずか。なんとかプレゼント獲得となったか。さあ実践の方が終わりまして、いや本当にね、良かった。本当にね、僕も辛かったですよ。もう辛かった。もう謝って、素直に。いや本当ね、君たちがまず聞きましょうね、うんうん、リーダーがいなくても、うん、一本立ちできるかどうか今日試したんですよ。試した。そしたらね、まあ、あのリーダーが当ててない横でもちゃんと当てることができたんで、辛かったです。僕も当てないようにね、打つのが本当に。あの出た、オープニングとだいぶ違いますよね。全然なんか意気込みが、だって2人でなんか、うん、やっぱ虎はね、我が子を谷に一回落とすんですよ。ライオンが獅子ですよ、獅子。リーダーダメダメだな。もうよかった、一本立ちできたということで今日はもうね、リーダーからはもうこれ以上教えることは。活躍したのは、僕とうずら姫2人で、ヤマキンさんは何もしなかったですよね。当ててないですよね。当てる当てないにこだわってるあたりがまだダメですね。だってこれ視聴者プレゼント企画ですよ、うん、はいはいはい、視聴者プレゼントがかかってるのにわざと当てなかった。言いましょう、わざと当てなかった。視聴者プレゼント今回できません。できません。1万発1点前ないですか。1点前ですよ。1点前ってどういうこと。もう1点前。結局獲得出玉は約7000個。視聴者の皆さん申し訳ありません。うずら姫が1個言ってたことがあるんですよね。何、まあ、リーダーの言うことを聞いて、うん、結果的に視聴者プレゼントができなかった場合、うん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 、でそしてなおかつうずらが活躍した場合、うんうんうん、何をしてほしいんでしたっけ。私おんぶ。おんぶ、おんぶしてほしい。誰に誰に、うん、やっぱリーダー。うずらをおんぶ。私おんぶ。最近ご無沙汰なんですよ、そういう。今年入って一人もないのよ、私、うん、おんぶが。おかしくない。俺もおんぶはないよ。違うよ、今年一人も。違うのよ、おんぶも抱っこもないのよ。抱っこはちょっと手が疲れるから。じゃあもう確かにいろいろ言いましたけど、本当に申し訳ないと思ってるんで、うん、じゃあおんぶだけは。本当、はい、大丈夫、潰れない。私74キロ。ほぼ俺と一緒だな。大丈夫。一応うずらの要望としてはおんぶして放れないよう回ってほしいそうなんで。もう一つ要望があるんだけど、うん、私の突起物を感じてほしいの。おんぶするんだから当たるでしょ。お前何でもありかよ、お前。大丈夫。いや怖い。でも行けるとこまでね、行けるとこまで。かなり重力だと思いますけれども、はい、頑張って行ってみてください。やばい、当たってる。何やこれ。当たってる。これ何やこれ。今回はセンターライオン西諫早店からお送りいたしました。この後ね、ニュートコーナーもありますんで、ぜひご覧ください。ありがとうございます。ちょっと納得できないんですけど、どういうことですか。なんか様子がおかしいですけど、どうしたの。じゃあ僕が説明します。はい、先週椅子取りゲームで椅子を取りました。はい、そしたらもう椅子に座れると思ってました。そしたら今日もまたこのレジャーシートです。そういうもんやって騙されるで。そんなんやったらこれから人生いろんなことで、お邪魔します。何何何、お邪魔します。パチカメンテレスの水木です。神崎です。イエーイ。いいじゃないっすよ。わけわかんないんですけど。何どうした。何、いや、収録あってるって聞いて、うん、面白そうだったんで遊びに来ちゃいました。遊びに来た。はい、なんか面白そうで出れんの。いや、なんかおかしい。あのディレクターさんに紙をもらいまして、うん、読んでいいですか。はい、はい、皆さん、次週は何の日か知ってますか。はい、はい、どうぞ、さやさん。え、なんかちょっと早く気もするけど、海の日。海の日。次週海の日。笑ってる笑ってる。すごいバカにかわいい。何何何の日なの。次週はですね、うん、なんとパチタン TV の放送1周年になります。あ、そうだ。おお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 びっくりした。すごいテンションの違いがさ、それを伝えに来たの。はい、そうです。まあ、いや、そこでですね、はい、次週は視聴者の皆さんに感謝の気持ちを込めまして、うん、プレゼント企画があります。おので、おめでたいと、はい、なんかもらえるんですか。あのギフトカードとか、うん、豪華景品がもらえるかもしれない。いや、かもって。その椅子プレゼントしろよ。いやこのコーナーはね、持って帰る。ずっと椅子の取り合いをしてんだよ。そうですよ。だから視聴者にもこの椅子をね、プレゼントするのが一番いいんじゃないか。本当
とにかく次週がプレゼント企画だ。はい、あります。はい、ということで次回のパスタウン TV で詳細を発表したいと思います。はい、また来るってこと。お待ちください。